パレドレーヌ、ちょっと読みにくい、このゲームやりたいと思います。実は、まあ、これシミュレーションゲーム、まあ、乙女ゲーム、当時多分あんまり乙女ゲームというよりは女性向けシミュレーションゲームというって書かれている。なんか恋愛要素はある、まあ確かにいろんな複数の攻略対象はいる。で、まあ、男性キャラが多い、まあ、なんか女性の攻略対象もいる。だけど、まあ、でもまあ今で言うとやっぱり乙女ゲームに分類してもいいくらいの感じだな。でもシミュレーションゲームだから私は実はノベルゲーム、なんかノベル系の乙女ゲームには興味あまりなくて、まあ別に、しかもこれさ、なんか主人公は選択肢でしか喋らないタイプらしい。実は私このゲーム結構何年も前からちょっとやろうかと思ったけど、結局ツルツル全然やってなくて、でもなぜか私この同じこの高画質スタジオの、あの女性向けシミュレーションゲームのこのゲームの2作目、まあまあこの続編じゃなくて違うゲームだけど同じく女性主人公でシミュレーションゲームということだけは同じだけど、その2作目の怪しの宮は先にちょっと前にやったんですよ。まあなぜあれをやったかというと、あの主人公の方がちょっと女攻め感が私女攻め中だから結局女攻めをちょっと期待しちゃうんだけど、まあでもこれはなんかそんなに女攻め要素は期待できなくても、まあ、シミュレーションゲームとしてはそこそこ評価結構いいから、なんか初見のシミュレーションゲームちょっとやりたいと思って、まあ、ちょっと長くなったか、私本当に、まあ、初見は私初見一番期待してるから、その何も知らない状態で大変なすごいダメなエンディング見るのが結構なんか楽しみだから。でなんか多分私も怪しの宮最初結構悲惨だったから、結局シミュレーションゲームはさ、次女殿、諸侯はすでに玉座の間にお揃いだ。王女殿下の準備はまだ整わんのか。主人公王女じゃないの、なぜいきなり次女視点。まったく、これだから殿方たちは。なんかこの、あ、なんかサポートキャラっぽいエクレール。父を亡くした娘さんが泣き伏せるのがどうしてもいけないとおっしゃるつもりなのですか。あ、なんかこ、あ、主人公が喋らないから、あ、なんかゲーム的に選択肢でしか喋らないから、このエクレールというのがなんか結構主人公に代わって喋るとかそういう感じかもしれないね。そうは言わんが、その父親が国王であれば話は別だ。誰かが王位を継がねば国は立ち行かん。バルダ、おお、まあこれもなんか7人の騎士、私ちょっとウィキペディア見てるんだけど、7人の騎士が攻略対象、これもまあまあさすがにこれ攻略対象だよね。28歳、185センチ、戦王、まあまあ、あの主人公のお父さんが死んだから戦王の親衛騎士を務めた王国随時の騎士、なんかちょっといきなりだけどアンジェリークのビクトールと見た目がちょっと似てるな、髪型とか。諸侯からも早く即位をしてくれとの矢の催促、もはや俺のような一介の騎士の言葉では抑えきれん。どうしてもお出ましにならぬとおっしゃるなら無礼は承知、踏み込ませていただく。それでもよいか。うん、なんてご無体な。わかった、わかりました、今姫様をお連れいたしますから、乱暴なことはやめてくださいませ。んー、やっぱりちょっとなんか音楽が大きいな、やっぱり最初にちょっと調整した方が、あ、ここでも調整できるんだ、もうこんな感じで。どう、そろそろ引き伸ばすのも限界ですわ、フィーリア様。主人公がフィーリアという名前、なんか名前も顔もあるけど、なぜ、まあまあ、あのそうか、私その怪しの宮、私多分結構怪しの宮の話する、
結局怪しの宮最初めちゃめちゃなんか悲惨なんか仕組み、結局シミュレーションゲームで仕組み分かってないとなんか絶対効率よくできないしね。で最初結構大変なことになってたけど、でも知っちゃえば結構いろいろ試して仕組みを知っちゃえば実はそこまで難しくない。まあ、このゲームなんか多分なんか難しそうな気なんか雰囲気あるけど、多分仕組み分かってれば実は怪し、それでも怪しの宮が特別簡単なのかもわからないけど、まあまあまあ、私なんか多分ゲームの紹介見て怪しの宮の方がなんか主人公悪そうにできるなと思ったら、まあこの主人公確かにあまり悪そうに見えないもんな。でも噂によると、まあプレイヤーの行動によって結構悪いなんか王にもなれるみたいな。宝石と毛皮に守られた温かな子供時代はここでおしまい。これから姫様が生きねばならないのは剣謀術数渦巻く政治の世界なのですわ。さあ覚悟はお済みですか。もう少し泣いていたい。こういう選択肢で結局何なのか、これか、多分実は意味あるかもしれないぞ。何かのパラメータ、まあ、シミュレーションゲームだから嫌だけど仕方がない。がまあまあ一番下が一番、私はやっぱりでもなんかめっちゃ強い感じで行くけどすぐ死んじゃうかもしれないな。これ多分死ぬよね。もちろんこれからが正念場ね。さすが私の姫様、頼もしいですわ。でも今はその原骨をしまってくださいませ。スキャンダルをメモした秘密の手帳もね。主人公スキャンダルをメモ、主人公やる気満々やん。下準備と根回しの時間が十分取れたとは言えませんが、まあ姫様ならうまくやると思いますわ。さあ参りましょう。おお、王女殿下、よくぞお出ましに。まあ、これは多分最初から結構有効的な、なんか味方的な。それがしはバルターと申します。え、先王より新鋭騎士の座を拝命し、並々ならぬご恩を受けたものです。あれ知らない人なの、なんで自己紹介してる。バルター殿は若い騎士たちに剣の指南を壊れているほどの達人、また義に厚く信用できる方ですわ。彼が護衛を引き受けてくださったのは何よりの幸運かと。高貴な方の信頼をいただけることこそ騎士の誉れ。ご安心ください。今日一日は王女殿下の恩義に不埒者どもの指一本触れさせません。お、今日は何事。どうかお心安らかに今日の儀式をお務めになってください。儀式うむ主人公いきなりとても心細いのです。守ってくださいね。何も言わない。まあなんか、やっぱり最初から最後までずっとこういう感じでいくか。うむ、大義である。まだ王になってないぞ。ちょっと気が早いんじゃない。は、ありがたきお言葉。いや全然普通に接してくるやん。最近は自分の城の中にいても安心できない時代ですものね。うん、暗殺者はどこにでも入り込んでくる。近年は東国の動きも怪しいと聞くし、この国の中にも不穏な空気がある。そんな状態だ。大国ターブルロンドの王位継承者がただ一人か弱い乙女と聞けば、魔が差す者もいるかもしれない。おう、ターブルロンド、まあ、こっちの国の名前ね。持つ権力に比例して敵が増えるのが世の摂理ですものね。まして王の座、友や味方であったものさえ敵に回ることがある。姫様、私のことも無条件に信じてはなりませんわよ。多分大丈夫だろう、お前サポートキャラだし。もしかして今夜あたりお飲み物にこっそり毒を入れるかも。おいおい、次女殿、それはなかろうあなたは王女の姉君のようなもの。おお、キャラ紹介ありがとう。家族まで信用できぬようではこの国はおしまいだ。そういう気概でいてくださいなということですわよ。もちろん私、姫様への忠誠心にかけてはどんな騎士殿にも負けないつもりでしたよ。やれやれ、侍女殿にはかなわんな。それでは殿下、まずは光の間へとお進みください。光の間、剣の制約の儀に際し多くの騎士貴族たちが
お姿を求めて詰めかけておりますよ、ね、おキャラ紹介。まさかあのフィリア、あ、なんかこれはモブだと声はない。まさかあのフィリア姫が王位を継ぐことになるとはな。みんなせいぜい政略結婚の材料程度としか考えていなかったというのに。え、あれ、ちょ、あの、あれ、あ、これ、これだ。あ、まさか王位、あれ、あの、あ、なんかそんなに、なんていうか、あんまり、あれ他に兄弟いないの。あ、なんかあのウィキペディアを見たら父と兄を相次いで失い、あ、お兄さんがいたけどもう亡くなったから唯一残った王族だから、あ、だ、そう、そういう設定ね。よもや王子が行方知れずになるとは思わなかったからの。あれ兄を失いて別に死んでないんだ。これは攻略対象。いや、男と見ればもう全部攻略対象かもしれない。戦王も王女には全く政治の勉強をさせていなかったと聞く。いや、祭り事どころか一人では何もできない小娘という話だぞ。ははさもありな。女は嫁ぎ子を作るのが本分、余計なことを知らん方が可愛いよ。まあまあまあ、こういう世界だろう。妻にするならそれでよ。んだがフィリア姫は王になるんだ。それも我らを率いる王だ。騎士王の地を絶やさぬためにはやむを得ぬとはいえ、この国はどんなでしょうのか。あの王が、なんか他になんかやってる人いないの。なんでこの場においでのおれきれき、静まられよ。騎士王の血を正しく受け継ぐターブルロンド王家がお一人、王女フィーリア殿下のおなりである。あ、騎士王、なんかでも私実はこのゲームどういう進め方なのか実はまだ分かってないという。あ、パラメーターとかあんのかな。さあフィーリア様、中ほどにお進みください。私が思ったのは騎士王なら主人公を、いやでも多分なんか政略ゲームみたいな戦略シミュレーションで、なんかいろいろなんか社交とかいろいろやる感じのゲームで、多分別にプリンセスメーカーとかみたいに主人公を戦士に育てるとかじゃないゲームだから、なんか騎士王と見ればなんかめっちゃ強くし、あのしたい気持ちも湧いたけど、多分そういう感じじゃないだろう。なんかもっと違う感じでいろいろやっていくだろう。つまらないしもじものささやきがお耳に入るかもしれません。ですが何も気にすることはありませんわ。あなたはターブルロンドの新たな王、すべての騎士と民はあなたに従う定めなのですから。なんか起きるだろう。いかにも幼い愛らしい姫様では荒らせられるな。どこぞ異国の王子にでも、嫁げば宮廷の花にでもなれたであろうに。まあ多分なんか、ちょっとこのこれが本当の王女王エンドじゃん。なんていうかこれ、あ、多分なんていうか王道エンドがなんか最後ちゃんと王として認められるエンドみたいな感じだろう。これが本当の女王じゃん。アンジェリークの女王という名称だけど、実際は神みたいな感じで、むしろ御子みたいな感じだから、まあまあでもなんか扱い的にはちょっとめちゃ慕われてる感じではあるけど、でもなんか政治的な意味な王じゃないから、これは本当にもう政治的に王だね。いかんせん王として君臨するにはあまりにも線が細い、頼りないことだ。公園の方をにらむ、席をする、何も言わない。なんか私ちょっとまあ、あのここまでずっと強い方の選択肢を選んできたから、もうこれを貫いておこう。まあ、なんかこのこう見えてもめっちゃ強、なんかめっちゃ超なんかこのめっちゃにらむ人にしよう。この主人公声の方を睨む。おいバカ、いくらなんでも今は口を慎め。いえ、あの姫は案外目つきが厳しいな。まあ、あの立ち絵からは見えないけど。殿下、あの騎士は小物です。
わざわざ殿下がお気を煩わせる価値もございません。まあ私はそう思ったけど、ちょっとその一貫ちょっと私の選択肢を一貫してしたかったから。あれ主人公なんで睨んだの？頼りないことだまあ私ここは別にどうでもいいけど、ここはちょっと嫌な感じどうぞまっすぐお進みください。キャッツは後で私の方から相応の叱責をしておきます。まったくこの国の殿方たちは女を何だと思ってらっしゃるのでしょう。失礼なことばかり。ちなみにこれは2006年、最初は2006年に発売されたゲームですね。まあまあまあ我が国は騎士の国だけにどうしても男社会になりがちなところがありまして。騎士の国じゃなくても多分おっと、あそこにおいでになるのは最小殿。どうやら待ちきれず玉座の間から迎えにいらしたようで。アルタ、殿下をお連れするのが遅いではないか。あ、なんか結構あれ、これもこれはディクトール、これは攻略対象なの？あんまり、あ、なんかサブ攻略対象みたいな有力者みたいな、多分なんか私ちょっとウィキペディア見たら、なんか主人公の即位をなんか阻止する最初みたいな結構最初多分敵になるだろう。でもなんか怪しの宮的な感じだとなんか最後もなんか味方になるかもしれないかもしれない最近の新鋭騎士はエスコート一つまともにできんのか。申し訳ありません、部長法者でありまして。やれやれ、我が国の騎士も質が落ちたものだ。それともお前だけが無能なのか。いやどうなんだバルタなんかさっきいやーってなったのはちょっと、あ、こう、そうか、このゲームも一応フルボイス、まあまあ多分フルボイスじゃないかもしれないぞ。なんかその細かいイベントのボイスはないかもしれない。あ、そうか、別にモブはフルボイスじゃないしね。バルタ、言い返しておやりなさい。最小殿、それは少々ひどいお言葉です。何も言わない何も言わないはちょっとつまらないな。でも地位的にどうだろう。なんかこれはちょっとな、その直接私が言った方が良くない？最小殿、それは少々ひどい言葉です。新鋭騎士バルタはきちんと役目を果たしておりますわ。お、王女殿下。おお、これはこれはフィーリア殿下、ご機嫌麗しい。まあ、ね、多分バカにしてるだろう。なるほど、噂の通り下々に対してもお優しいお方のようですな。どういう噂？王女殿下、先ほどのお言葉だけで身に余る光栄と感じております。ん、そう、そこまで。どうかこの場で最小殿といさかいはなさらないでください。あ、え紅の獅子とも呼ばれたお前が丸くなったものだなバルタ。やっぱりなんかアンジェリークのビクトールっぽいじゃんな。あ、え、そう、え、そうか、え、でも28歳、まだまあでもなんか昔だと結構さ、なんか30歳でもすごい年寄りみたいな感じの世界で、なんか昔だとみんな結構早く死ぬからなんか年齢的に28歳でも結構10年かもしれないまあ28歳だけど。姫様、この男と言葉を交わすべきではありません。聞いての通り少年の腐った男です。こいつの声を聞くだけで王女の恩義が汚れますわ。これはこれは随分なご挨拶ですな次女殿。あ、そうか、このゲームってそう、ちょっと思い出したけど、ちょっとその結構昔にもすでに、当時すでに中国語版あった。なんかまあたでも私やってないんだけどなぜかこういうシミュレーションゲーム、パソコンで遊ぶシミュレーションゲームは結構いろんな言語に翻訳されるというイメージがありますね。そういう、なぜかそういうイメージがある。黙りなさいスケベ親父、王を補佐する最小の身でありながら
王家にガイナス関心ね。ん？ん？ん？スケベ親父、スケベ親父はどこから、まだそこまでスケベとは、スケベなところまだ出してないぞ。なんかただの普通のなんか悪口とか。オーケーにガイナ、まあこれはまあでもまあこれは分かりやすいキャラ紹介。補佐する、ま、なぜかなんか宰相と王でなんか対立したりする。よく王妃様が亡くなられる以前、あなたがしつこく言い寄っていたこと、城の女ならみんな知っていることです。だからスケベ宰相なの。王妃を苦しめ、戦王様を苦しめ、今度は姫様までもその毒牙にかけるつもりですか。あーでもこれはちょっとフラグ立ったな。ちょっとだからちょっと攻略できるかもしれん。これは攻略できるかもしれないぞ。だってなんか、多分王妃は主人公のお母さんでしょ。お母さんに興味あるからこいつ。多分見た目は好みだろう。でもロリコン。これちょっときついかもしれない。そういえばこいつ何歳、ちょ調べてみるわ。いやちょっとうわーってなった。50歳。いやでも50歳にしてはこの絵的には50歳にしてはめっちゃ若くない、これ絵的に。あなたが男であればたちまちに捕らえさせて口を裂き、鞭で叩き殺させておるところですな。世の中のことがわからぬ女のざれ事と思って多めに見ましょうですね。あまり調子に乗らぬことです。あまり突っかかるな、次女殿。宰相殿はこの国で一番の実力者だ。次女一番強くない？その宰相と王家が仲違いするのは国にとって良いことではない。戦王陛下もその点悲しいまでに苦心しておられた。悲しいまでに。よく分かっているではないか。さてこれより殿下には剣の制約の儀を行っていただきます。でも50歳か。他国で言えば戴冠式に相当する重要な儀式ですが。え、なんだっけ、剣の制約の儀。儀式の作法はご存知ですかな。わからないのでしたらこの最初手取り足取り教えて。スケベ親父のところ出た。姫様に近寄るな。そんな激しいリアクションしたらそれは楽しくなるだろう。相手がもっとスルーしろ。リクトール、何をしておるか。誰、シルベストル。おじさま。リクトール、姫様に無礼を働いたのではあるまいな。おじさま。どのおじさま。領主はなんか領主もたくさんいるな。なんか私次このにその2作目シミュレーションゲーム2作目の怪しの宮だと結構メインキャラ以外の結構意外なサブキャラもエンディングがあったりするんですよ、このゲーム。なんか結構女性キャラでもエンディングがあるらしいから、なんか実はこのまさかのこのキャラクター、この47歳ちょっとこの領主ともまさかエンディングがあるかもしれないぞ。姫様とは亡き我が妻が父を分けたえ、わしにとっては我が子よりも愛しいお方だ。また味方出た。我が名誉たる戦王陛下亡き今、姫様への無礼はこのわしが一命かけて中するとしれ。まだ何もしておらんよ将軍。姫君には何もしておらん。聞こうと話すのは疲れる。私は奥に引っ込むとしよう。これはちょっと疲れるかもしれないな。ちょっと制約の儀の説明は任せた。騎士王と聖騎士にまつわる話は気候の得意とするものであろうしな。ちょっと前置き長いぞ。関心め。そんな本人の前で言うことなのこれって。姫様、ご無事でしたか。まあまあまあ、これはまあ味方は多い方がいいだろう。これ普通にこれだろう。これ最初から最後まで何も言わないということもあり得るものも可能なのやっぱり。まあありがとう。何の何の。それにしても最初ったら、
計にも程がありますわ。本当にこの国の人間なのかしら。まったくもって騎士の風上にもおけの男だ、バルターよ。お主も一方の騎士ならば、ああまで言われておとなしくしておるのではない。面目ありません、将軍。おし、こっちが将軍か。さて、それはそうとしましても、剣の制約の儀に関しまして説明をしておいた方が良さそうです。まだ長い。将軍、殿下も剣の制約の儀のことは先刻ご承知かと。ごめんなさい、バルター殿。あの儀式の成り立ちはおじさまの一つ話なの。おじさま、今日はおじさまが剣を捧げた時の話は抜きにして手早くお願いしますわ。剣の制約の儀、これはこの国を作った偉大なる騎士王の故事にちなみます。かつてこの地に国がなかった時代、人々が未だ英知を持たず団結を知らなかった時代のことです。小さな部族ごとに分かれていた人類は、それゆえに無知無力であり、恐ろしい闇の者たちに蹂躙され、闇の者、モンスターがある世界ですが、ある時この地にいずこからともなく一人の若者が降り立ったのです。彼はまず人々に団結を説きました。団結は力であり、知恵であり、人間が闇に勝つ唯一の術であると。ですが、多くの人々は団結の意味さえ理解ができなかったのです。そこで彼は八つの大部族の長たちに挑戦したのです。力、技術、言葉を武器にして、そして多くの試練の果て、彼は8人の長全てを打ち負かし、その忠誠を勝ち取ったのです。若者と8人の導きのもと、忠誠は団結を生み、団結は力となり、闇を退けました。闇って何？そして生まれたのがこの国なのです。若者は後に騎士王と呼ばれ、8人の力ある者たちは聖騎士と呼ばれるようになりました。あれ、騎士7人だぞ。なんかこのゲーム、その聖騎士たちが騎士王に忠誠の証として捧げたもの、それが彼ら自身の剣なのです。彼らは騎士王に誓いました。その剣を決して王に向けないこと、王の命令に従ってその剣を振るうこと、もし誓いが破られることがあればその剣で我らの首をはねよと。これが剣の制約の始まりです。現在でもこの剣の制約は決して変わらぬ忠誠を表すものとして騎士たちが行い続けております。この制約こそ騎士の本来の特権であり、死が騎士であるという根本の。おじさま、話が逸れていましたよ。おお、すまんすまん。とにかくこの故事のように、有力者が王に捧げる剣の制約には特別な意味があるのです。有力者、じゃあ騎士じゃないんだ。なんか騎士王と8人の有力者、つまりはその人物を王と認め、ちょっと攻略と関係ありそう。家族、財産、なんかそして未来を託すという、半分以上の支持を得ないとダメみたいな、あの8人いるみたいな。上にターブルロンドの王族は即位の際にその時々の有力者たちから剣の制約を受けるのが習わしなのです。あた、ここからなんか有力者たちが支持しないから、なんか物語がなんか1年なんか、うわ、なんか噂による、噂というか事前の調べによると、なんか頑張って認めさせるみたいな、認められるようになるから、なんかここでいきなり成功、なんか制約を受けたら多分何も始まらんだろう。王の承認は国家の一大行事。ああ、やっぱりまだ承認されないとかな。儀式に参加することもできません。今日の有力者といえば、何といっても古い歴史を持ち広大な資料を許された名門騎士たちです。名門騎士、近年はそういった名門騎士の家長を領主とも呼び鳴らすようです。領主、やっぱり8人の領主がなんか攻略対象じゃなくて支持が必要で、その領主の下に騎士がいるみたいな、でその若い騎士が攻略対象だろう多分。もちろんおじさまも領主のお一人ですわ。騎士王に剣を捧げた聖騎士の直系子孫のお一人ですもの。花咲ける地ポンパドールは王家の領地よりも広いのでしたわよね。大地の恵みも豊富だとか。花咲ける地ポンパドール、我が領地は王家からの大切な預かり物だ。心を込めて統治しておる。わあ、多分 この人しかなんか誓わないだろう、そのこの後の儀式で。最も近年はまるで領地が我が物であるかのように振る舞う不届きな領主も増えているが、最小殿も領主の一人なんです。
彼の資料は銀山と交易で潤っているので余計に大きな顔ができる。おお、領主はわしを合わせて全部で12人。あ、12人全員から剣の制約を捧げられた時、姫様は新たな王となるのです。思ったより多いやん、12人。剣の制約の儀に関してはこれ以上述べることはありません。全部言ったの？さあ姫様、儀式の場となる玉座の前へ参りましょう。でもみんな顔、あ、でも領主の顔か。準備はよろしいようですな、王女殿下。領主一同お待ちしておりました。ターブルロンドの各地を預かる有力諸侯が一揃いというわけですわね。一人二人、あ、一人、え、これもやっぱり領主の方は結構なんか結構年寄りの人が多くて、多分騎士の方がメイン攻略対象、まあ乙女ゲームの観点で言うとね。3人に、まあ、これはどう見てもなんか攻略対象っぽくないやん。5人、6人、あ、これは攻略対象っぽいぞ。これも攻略対象っぽいぞ。まあでも顔わからないからまだわからんけど。7人、8人。うん、あ、ショタが、ショタだ、ショタ系だ。これがショタだろう。これがというか、 これも攻略できるかもしれない。9人、10人。おお、なんか顔色が悪い人。うん、あ、これもなんか攻略対象っぽいぞ。11人。あら、儀式に参加するべき領主は12名のはず。一人足りないのではありませんか？察していただきたいものだな、侍女殿。足りない一人は最果てのマンハイムの領主だ。マンハイム、最果てのマンハイム。私何も知らんけど、これはもう知ってる風なことを言う。この主人公知ってるかもしれないじゃん。もう主人公は知ってるんじゃない？なるほど、あの領主ならば仕方ないわね。ええ、普段から顔を見せませんものね。おかげでつい存在を失念していましたが。あら、姫様はあの領主のことご存知でしたか？まあ、キャツがいないのはいつものこと。そして幸いなこと。では制約の儀を執り行うとするかな。なんかこいつが、なんかこいつの陰謀とかなんとかで多分これ儀式が失敗するだろう。皆様、一大事でございます。なんだ、想像し、最果てのマンハイム領主黒貴族とのより、なんか来たじゃん。これなんか、これ分かる意味はなんか代表的なやつだろう。でもよ、ちょっと読み方、ちょっとまあ妙体、妙体なんだ、妙体。あ、妙、まあ、これはいいことじゃない。なんだよ、大変みたいな、一大事、あ、まあ大変じゃないか。すでに城門に到着なさり、入場の許可をお待ちです。何、何のつもりだ、黒貴族め。ん、どういうこと？それが王女様の即位に際し、しきたり通り剣の制約の木に加わる。いい人じゃない。やつめ、また気まぐれを起こしよって。あの、あれ、あれもう絶対なんか黒貴族みたいな別名がついてるキャラ、絶対攻略対象じゃん。めなんかめっちゃかっこよそう。なんか魔王みたいなキャラだろう、なんか名前からして。姫様、領主の名代となれば無限に追い返すこともできません。ここに来ていただいた方がいいですわ。それは来た方がいいだろうな。さっきの話によると12人なんかいないとダメなんじゃね。何か悪い企みがあるとしても、ここなら多くの騎士たちが守ってくれるでしょうから。門番、その名代殿をお通ししなさい。いや、私、主人公が言うんじゃないんだ。それがよろしいですよね、最小殿。是非もない。奴の名代がここに来るまで少し間を置いた方が良さそうだ。あ、黒貴族本人じゃないんだ、名代なんだ。姫様、お体の方は大丈夫ですか？最小の毒気に当てられませんでしたか？まあ、もう普通じゃない、まだ。領主たちの視線も
思った以上に厳しいようですな。見えないけど精神的にだいぶお疲れになったでしょう。そうか、 さっき見たな、領主たち。合間ができたのは幸いでした。今は少しでも体と気を休めてください。私あの方たちに嫌われているの、こんなこと言わなくていいだろう。あのくらいどうでことないわ。領主の方々ってみんな個性的ね。これどっちか、うん、これちょっとノンでも、なんかむしろこれが強そうじゃん。まあ、個性的ね。あれくらいどうでことないわ。個性的ね。まあこれむしろこの一歩を踏み込んで。領主の方々ってみんな個性的ね。しっかり相手を見てたんですが、肝が座ってらっしゃる。綺麗なのや綺麗じゃないの、可愛いのやわけわかんないのなどなど。うん。上に立つ人はどうしても個性的になりがちなのでしょう。凡庸なものは人に侮られがちだからな。幸い、うん、殿下は凡庸ではないようだ。当たり前ですわ。どういう立場、まあまあまあ父長、結構親友みたいなポジションということを多分エクレールが。まあ今のうちに休憩しておくのは悪いことではありませんわね。プロローグ早く終わりたいんだけど。姫様、こちらの椅子におかけください。ワルター殿は取り急ぎ水差しを持ってきてくださいな。このゲーム、まあ最初結構わかりやすくない？なんか結構導入わかりやすいな。結構全なんか別になんかその話についていけないみたいな感じもないし、味方、最初はやっぱりまあ味方、明らかに味方のキャラが出てくるから結構なんか、まあでもゲーム的に多分難しいだろう。分かった、ココアールの粉も少し溶かしてもらってこよう。ココアール、ココアールって何？コーヒーとか。それにしても気がついておられました？あのスケベ最初、姫様のことを嫌な目でジロジロ見てましたわ。スケベ、声ないこのセリフ。フィリア、ああ最初じゃん。最初なんかあのタイトル画面でいた人じゃん。なんか慣れらしいな。あ、幼馴染とか。ああ、今の声は誰ですの？はしたない大声で姫様を呼び捨てにして、でこっちに走ってくるあの方はもしやアストラット卿？アストラット？フィリア、お父さんのこととか即位のこととか大変だったね。お、ちょっとウィキペディア見るわ。これは明らかに攻略対象じゃん。もうタイトル画面にいるし。アストラド、15歳。ちょっと主人公、そういえば、あ、主人公も15歳やん。あ、主人公15歳か。まあでもこの時代だと15歳もうなんかすでに成人とかそういうこともあるだろうな。やっぱり幼馴染だ。最初ディクトールの元で、あれ、あ、最初の元で育った。でもあれ最初あんまりなんかちょっとあんまり敵意がある感じだけど、このその最初の元で育った少年がめっちゃ元気、なんか好意的じゃん。幼馴染じゃん。あ、騎士バルタの弟子なんだ。ちょっとアストラット卿、挨拶もなしに慣れ慣れしいですわよ。いくら姫様のお友達と申されましても、それは子供の頃のことですわ。今のあなたは最小殿の養い子のようなもののようなもの。やっぱりキャラ紹介きた。やっぱ私がウィキペディア見なくても全部教えてくれるやん。でも私プロローグ早く終わりたいんだけど、ちょっと簡単にちょっと攻略対象全部紹介してくれない？ちょっとけ、まあでもさ、狙い一応ね、最初このゲーム同時狙いどんくらいできるとは分からないけど、一応一人か二人ちょっとなんか集中的に狙おうかなみたいな感じで行きたいと思うんだけど、まだなんか絶対こいつ狙いたいみたいな、あ、さっきなんかショタみたいなのはちょっと、いやでもショタは怖いな。ショタはちょっとなんか信頼性がないな。いやでもこれは恋愛ゲームじゃないから、恋愛ゲームじゃない時のショタはちょっと期待できるというか安心できるかもしれないぞ。あのショタはちょっとやっぱりちょっとショタ、あれショタちょっと候補に入れよう。あまり姫様に近寄らないでくださいな。何をされるか分かりません。何をするって、もちろん励ますのさ。
俺はいつだってフィーリアの味方だよね、フィーリア。ちょっとあんまり役に立たなそうだな。アストラート来てくれて嬉しいわ。もう子供じゃない。慣れ慣れしくしないで。今のあなたと仲良くできないの。今はあなたと仲良くできないの。もう全員にいい顔する。いや結局関係が重要だからな。でもなんかまだこのゲームどういう感じかわからんもんな。これを選んだ時専用のルートとかがあったらめちゃ選びたいけど、まあでもまだちょっといい顔をしとく。まだそんな本性を見せる。まだそういう時期じゃないと思うけど。よかったフィリア、笑ってくれたね。何も変わってねえけど。ずっと気にかけてはいたんだけど、今まで何もしてあげられなくてごめん。友達が苦しい時に支えてあげられなかったなんて、俺騎士として失格だな。難しいことを考えなくて結構ですわ、アストラット殿。また知恵熱が出ますわよ。なんかやっぱりバカキャラか。なんであれ、この微妙な時期にわざわざ顔を出すなんて何を考えていらっしゃいますの。最小殿の命令で何か罠でも仕掛けに来たと思われても仕方ありませんわよ。いいえ、そうに違いありませんわ。それは考えすぎだよエクレールさん。最初は誤解されやすいところもあるけど、いい人だって。私あなたが他人を悪く言うところ一度も見たことありませんわ。今時4つの子供でもそんな性善説ではありませんわよ。そうだぞアストラッド、お前の行動は青すぎる。ああバルター殿、お久しぶりでございます。かしこまらなくていい。戦王陛下亡き今、新鋭騎士の職は辞したも同然だからな。で今は主人公の護衛なの。むしろ最小殿の補佐をしているお前の方がよほど立場が高いかもしれない。まさかそんな。最小殿は確かに偉いかもしれませんが、俺は最小の厄介になっている当園の一騎士に過ぎません。だが世の中の人間はそうは見ない。このない最小殿がお前に後を継がせようとしていると見る。もちろん王家との折り合いの悪さも引き継ぐのだとな。そんな俺フィーリアと喧嘩なんかする気ないですよ。やれやれ、困った坊ちゃんだ。漁師たちの視線に気がつかないのだからな。漁師たちは戦王を支えた最小の政治手腕に信頼を置いている。それこそ王家への信頼以上にだ。だからその後継者の政治手腕にも興味があるんだ。もちろん俺や次女殿のような王女審判にとってもお前は要注意人物なんだ。王女審判審判シンパサイザー、まあなんか党派、王女党派。もうあそえ私初めて聞いたね、その審判という言い方。実はシンパサイザーの略。そういうこともあるかもしれませんね。でも俺は俺です。フィリア、ずっと友達だよね。あでちょっと今ちょっと思ったけど、このちょっとこれは幻かもしれないね。このシミュレーションゲームだから、この最初だけめちゃめちゃ好感度高そうな感じで、あるあるじゃんこういうゲームで、このこういう現象。なんか最初のプロローグの時にめっちゃ好感度高そうな感じで来るけど、で実際正式にゲームが開始したらめっちゃ好感度、同じ他の人と同じようにゼロスタートみたいな。そういう感じかもしれんぞこのアストラッド。やれやれ、やっぱり分かっちゃいないな。おディトリッシュ、これ明らかになんかやっぱりなんか攻略対象じゃん。あの耳、やはり人ならぬ闇のもの。これが全部闇のものなの。え、じゃあ人間、ほぼ人間やん。ひまいましいやつめ、こうして堂々と来られては無視することもできんが、マンハイムの力はるばるよくぞいらした。誰だ貴様は。
私が用があるのは騎士王の玉座を受け継ぐお方のみ。王女フィーリア殿下はいずこにおられる。ではあなたが騎士王、勇気のあるお方だ。この異形の身を恐れているようにも思えない。お初にお目文字つかまつる。これなるはディトリッシュ、最果てのマンハイム領主の名代。今日の良き日に主より預かりし忠誠の剣を王女へ捧げに参りました。あなたの知性に騎士王の加護とかつてなき栄光がありますよ。妙大殿、先走られては困る。剣の制約の儀はまだこれからだ。ほう、200年の間にだいぶ格式ばったとは聞くが、本当だったとはな。面倒なことだ。己の忠誠くらい好きな時に捧げればよかろうに。まあいい。狼王もよその地では地元のウサギに道を乞うという。人間たちの格式にのっとるとしよう。説明ご苦労だったな、召使い殿。召使い、この最小ディクトールを召使いだと。確かに最初って王の第一の召使いですわね。なんだか凄みがある人だったわ。これで全員が揃ったのね。これはあんまり言わないで、あんまり言いたくないから1か3だな。スルー。これで全員が揃ったのね。これスルー。スルーに してみるか。はい、その通りですわ。本当にスルーじゃん。数えて12人全員です。早く終わりたい。もう絶対パート1プロローグだけじゃん。ゲームに入らないじゃん。やる気は十分のようですな、王女殿下。まあでは早速儀式を取り行いましょう。まあ多分最初だけだろう。この後もうシミュレーションゲームだから。将軍、多分貴殿がまず立ち会い人となるね。同じような画面が続くだろう。私は第一の神として最初に剣を捧げるとしよう。へ、よかろう。では古き良き習わしに従い、王国将軍シュベストル、制約の立ち会い人を務めさせていただく。へえ。死後の血の流れのままに、王となるべき者フィーリア、いざ玉座の前へ。なんか邪魔されるだろう。王を助け守るべき者、騎士ディクトールよ、いざ主とするべき者の前へ。姫様、いよいよですね。我が父祖の血と我が名誉にかけてこの剣に託す。お、やっぱりなんかする。どうしたディクトール、剣の制約の作法を忘れたか。とにかく剣を捧げ持て、献身と忠誠を王女に誓うのだ。断る。誰がこんな小娘に忠誠など誓うか。お、見たね。なんかこのゲームの紹介、その紹介の画像で見たね。何？これはちょっと強気か。何も、むしろ何も言わない。これは絶対ないけど。まあでもこれはあえて何も言わないでよ、こう。王女がそれなりの傑物であれば剣を捧げても良いとは思っていたのだが。まあまあ、これはこれがないとゲームが始まらない。ダメだダメだ、この娘では国を率いていくことなどできませんよ。故に剣は捧げん、忠誠も誓わん。つまりフィーリア姫を王とは認めないということだ。貴様、なんということを。あなたの後に認められる、まあ、これはここまで言わなくても。一体どういうつもりで。これまあでもなんかこれあんま弱気っぽいからな。まあこれもあえてこれ聞いてみるか。
お言葉の途中ではありますが、これは声がないと多分攻略できない。エピトート読みにくい。我が輩も最初に賛成ですな。王子殿下ならともかく、これほど華奢な姫君を王としていただくのはいささか心もとないゆえ。僕もおじさんじゃなくて最初書く、おじさんなんだ。おじさんなんか似てねえな。一応親戚だけど全然。最初閣下の意見にさせたぞ。バスディアンを絶対覚えられん。こういう人の名前、女の子に上を立たれちゃ騎士の名目が立たないぞ。貴様らもか。さては最初と口裏合わせおったな、シレモノどもめ。それでも貴様ら騎士の血を持つ男か。貴様らの裏切り行為、姫様のご沙汰を待つまでもない。わしが今すぐこの剣で叩き切って。失礼将軍、私も天下を王とするのには少々疑問を感じます。一領主の仕事でさえ女の身には思い、領主。おお、我がえ、どういうこと。お前何、お前なんか話聞いてない。聖騎士ウラジミールよ、ご賞覧あれ。王女の美しさを、その美しさはたおやかなる花、汚れるにはあまりに惜しいもの。争い大きい王の座には押せませぬ。お前たち言い方ちょっと違う。お前たちまでもか。ちょっとキザキャラ、なんかちょっと面白いかもしれない。お前ずっとそ、でも声がねえぞ。声がなかったらもうあれやん、オベルチーヌ。なんかオベルチーヌは、まあ、領主の一人。オベルチーヌ何歳。ここに書いてある。22歳。いやでも、いや、声がないキャラでもエンディングはあるかもしれないな。わからん、全部わからん、このゲーム。ああ私にも言うの、主人公何、これ主人公の言い分ちょっと聞きたい。全然信頼されてないのね。まあそれはそうだろう。これそうだろう。私も別に。そうですわ、これじゃあんまり一方的です。失礼。お、なんか顔色が悪い人。今は我々領主が制約の有無を決めるとき、殿下の意見は求められていません。結局言わないんだ、なんか言う機会がないんだ。どうかしばらく黙っていていただきたい。私にまで拒否をされたくなければ。そんな、このリュシアン、ごめんなさい。フィリア姫、私も僕も最初殿たちと同じ考えです。姫には忠誠を誓いません。なんということ、リシアン卿、お主まで。これで6人、半数もの領主が、正当なる王位継承者が騎士たちに制約を拒否されるなど、前代未聞のことだ。儀式はどうなる。いや、それどころか王は、王の座はどうなってしまうのだ。シルベストリオ、難しいことではない。進化から忠誠を捧げられない者は王になるべきではないという。お前がなりたい。つまりフィリア様は王失格だな。なんだと、貴様、王家の正当なる秩序をなんと心得る。確かに今まで王位は世襲となっていたが、剣の制約の本来の意味を思い出せ。将軍、建国者たる騎士王を王たらしめたのはその血筋か。そうではあるまい。この地に降り立った時、彼は身元もわからぬ若造でしかなかった。そんな彼を王たらしめたのは、真たる聖騎士たちからの忠誠の剣を勝ち得た彼自身の能力。そう、王としての能力の有無こそが制約を捧げる判断基準、つまりは王の資格というものではないか。だが姫様を王として認められるとなれば、他に
誰が王となるというのだ。唯一の王家の男子である王子様はご不在。他にふさわしいお方はおられないのだぞ。あれ？あれ？このゲーム時々ボイスがなくなるんだけど。お集まりの領主諸君、試みに尋ねよう。私が王として立つとすれば、忠誠の誓約を捧げてくれるものはあるか。やっぱりお前が、やっぱりここだけボイスがないんだけど。な、貴様一体何を言い出すのだ。試みかならば若輩も試みに答えよう。忠誠を誓ってやってもいいの。ポットでの小娘に、まあまあずっとやってきたから、そりゃそうだろう。お聞か貴様ら、王や王家の方々ではなく、ディクトールに忠誠を誓うというのか。ディクトール、それは王家に対する、いや我らが育る騎士王や聖騎士たちに対する反乱ぞ。いや、そんな流行るな。シルベストム、みんな名前読みにくい。試みにと言うたじゃろ。家庭と考察だけなら先祖も許してくれよ。だが試みとはいえ、我が輩と思いを同じくする者も少なくないのではないか。ん？クレメンス。お前、初めて喋った。やっぱり血筋を注視する人もいるんだ。能力は顔がね、王家が進化に、玉座を奪われたなどという醜聞は不都合だ。最小殿、ご覧なさい。あなたを積極的に支持する者なんて大した人数ではありませんわ。あなたの人望などその程度です。なるほど、さすがは騎士王に連なる王家の血の意向というわけですね。確かにこの私個人に剣を捧げるのには抵抗がある諸侯もおられよう。当たり前ですわ。権威や敬意というものは一朝一夕で生まれるものではありません。それは名門に生まれなかったあなたこそが最もよく知っていると思いましたけれど。王家の血を後ろ盾にできるお嬢様はさすがおっしゃることが手厳しいな。ならば諸侯、それにエクレール殿、私に王家としての権威があれば何も問題ないということだ。ロリコン、それには一つ良い方法があるぞ。それも現王家の立場を何ら傷つけぬ方法がな。何ですのそれ。私が王女を妻としてやっぱりロリコン、王家の一員となればよい。そして私は王として国を治め、フィリア様は王妃として不自由ない暮らしをしていただく。これで全てが丸く収まろう。なんですって？あなたが姫様と結婚？あ、でもじゃあ他の人も、じゃあ私、あなたじゃなくてもいいだろう別に。貴様言うにこと書いて何を言い出すか。